皆さんこんにちは、ワールドラバーマーケットのグッチーです。今回は新商品のご紹介をします。こちらです。銀河の土星プロになります。こちらは中国製のハイテンションラバーになります。今回のラケットは王道04に赤面が土星プロ、そしてもう片面黒の方がターゲットサウンドになっています。こちらはドイツ製のターゲットサウンドと中国製の土星プロ、比較動画にもなっています。ぜひご覧ください。コア打ちの金属音を比較してみます。まずこちらターゲットサウンドですね。この金属音の強さ、まあ、ドイツ製の柔らかいタイプには非常によくある傾向のラバーです。この金属音覚えておいてください。そしてここから土星プロです。土星プロのこのフォア打ちの金属音、ターゲットサウンドと変わらないです。中国製のハイテンションラバーながらドイツ製の柔らかい最近のハイテンションラバーと変わらないこの金属音の強さっていうのが分かると思います。そしてここから2つ目ですね。こちらドライブのスピードですね。まずこちらターゲットサウンドのドライブのスピードです。こちらのドライブ、このスピード感のある球覚えておいてください。そしてここから土星プロでのドライブのスピードです。ほとんど同様に見えますが、わずかですが土星プロの方が気持ち食い込みが強く、ちょっとゆっくりになっています。弾落ちが強いっていうのがよくわかる傾向ですね。ドイツ製よりも食い込みが強く、今流行りのタイプということになります。持ち具合でスピードよりもスピンを重視しているという形ですね。ただでも柔らかいドイツ戦の軌道、そして飛び方はかなり似ているものがあります。ターゲットサウンドとの差はそこまでないという、現在のドイツ製ラバーと変わりない性能というのが、まあ大きな特徴でもあります。土星プロ、ドイツ製ラバーと変わりない性能で、さらに食い込みの強い最近の流行りの持つ感覚が融合した中国製ハイテンションラバーです。なので、まあ、柔らかいタイプの中では一番最新のラバーではないかなと思います。中国製から意外な展開で強烈なラバーが出てきました。ここから比較動画は終わり、土星プロであります。特徴の一つ目は下回転に非常に強いというところです。これ今下回転ぶち切ってもらっているんですが、突き打ち超安定します。まあ、ちょい打ちっていう、このちょっとぶち切った突きに対してちょっと軽くドライブしているだけです。これだけで持ち上がります。まあ、持つ感覚がドイツ製ラバーよりもあるので、こう切れた突きに対しても上がりやすいです。バックドライブも同様です。ちょいドライブっていう感じですね。弱いタッチでも入っていることに注目してください。こういうふうに本当に小さい振り、そしてインパクトがなくてもこうやって持ち上がってしまうという形です。ツッツキを切ってもらった球は一生懸命持ち上げないと上がらないのですが、こういう軽々しく上がるというのが大きな特徴です。下回転に対して非常に強いです。なのでツッツキ打ちが苦手な方なんかぜひお勧めしたいですね。あとは柔らかいドイツセラバーの特徴としてはツッツキ打ちが浮きやすい、ふかしやすいっていう方が多いんですが、このラバーしっかり持つことができるので、まあちょっとこする、ちょっと持つだけで下回転が上がるという形です。で、安定するということですね。なので、まあ卓球をやり始めたばかりの方、初心者の方とか、パワーがないレディースの方とか、すごいおすすめしたい形ですね。力がなくても軽々しく上がってしまうラバーですね。ここまで下回転に対して軽々しく上がるラバーっていうのは今までなかったので、おすすめです。ドイツ製ラバーに感覚が似てて、さらに持つ感覚が非常に強くなっているので、こういう切れたツッツキに対してチョリドラで上がってしまいます。そして2つ目の特徴は、技術習得に非常に優れたラバーであるというところです。今これブロックしているんですが、ブロックの安定感、使いやすさ、こちらもすごく心地よい打球感で、まあ、意識しなく、ラケットの面を意識しなくても勝手に返るというような、まあ、柔らかいドイツ戦によくある、まあ、意識しなくても入るラバーですね。で、同じくバックブロックも同じです。まあ、こういうふうに、まあ、ブロックのしやすさ、
回転に対しての、まあ、鈍感なところとかはもうあのすごいあの練習しやすい、技術習得しやすい形ですね。いろんな技術がこのラバーによって覚えれる形です。深く持つ感覚がラバーで覚えれるので持つっていう技術が簡単に覚えれます。でこれ今ちょっとつっつき打ちしてミートで叩いてでドライブで打つ、まあ、こういう風にいろんな打法が覚えれる形です。ちょっと持ち上げる、で叩く叩く叩く、ちょっと後ろからちょっとドライブする、もうまさに自在ですね。こういう風に前でも OK、 後ろでも OK、 フラットでも OK、 ドライブでも OK っていう形で、こういう風にラリーが非常に続けやすいですね。まあ柔らかいドイツ製にもよくある傾向なんですが、土製プロはさらに持つ感覚が強いので、まあ、安定感がさらに上がっています。こういうふうにオールラウンドにいろんな技術がこなせる、これは非常に嬉しいことかと思います。で、突き打ちはこう軽く上げるだけでもう上がってしまうので、突き打ちに苦しむことも全然ありません。で、後ろからスピードのある球でも押せるという形です。で、こうやってラリーどん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 続けて練習できるので、まあ、練習の効率がいいですよね。ミスしないので、でこういうふうにまあフラットでやったりドライブでやったりというこういう多彩なテクニシャンタイプもおすすめですね。でバックハンドも同じですね。こちらは特徴3つ目になるんですが、バックが苦手な人にぜひおすすめっていう形です。まあちょいバックハンドを振るだけでこうやって突き打ちが持ち上がるので、弱いタッチで入っているところにこれ注目してください。あえて強く打ってません。インパクトが、まあ、ほんの少ししかなくて、弱いタッチでもこれ安定してドライブで持てる。弱いたちはドライブ持てないんですが、このラバーだとこうやって今しっかり持つってますよね。でその後フラット系の打法もパーンと一回食いついて弾けているので、バックハンドの技術習得には非常に適している形ですね。持つ感覚というのはこれで養えます。でバックが苦手な方は本当にバックに自信ないと、だいたい振りがフォアに比べてやっぱ振り小さくなりますよね。でスイングが小さくなっても入ってしまうラバーは土星プロですね。弱いタッチで食い込んで飛ばせるっていう形です。だからまあバックハンドでスイングに自信なくて、ちょっとフォアよりもスイングが弱くなってしまっている方はぜひ土星プロ貼ってみてください。でここからがサーブからオールトになっています。実はこれでもう一発で打つとこうやって速い球が打てます。はい、弱いタッチ強いタッチどちらでも OK です。こうやってちょりっとかけてちょっとフラットで返すですね。もう何でもちょっと安いのなんか面白いことやってますが、まあ自在性がありすぎて何でもできてしまうという形です。こういう感じですね。切ったツツキに対してもポンと軽く合わせてあげることができます。でこうバック対バックで安定しているので、まあ、ミスしないという感じですね。まあ、弱いタッチでも使えるドイツラバーに近い土星プロというのは非常に魅力です。フォア側でやっています。ツツキ打ちで、そこから一発ドライブですね。速い球が出せるというのも売りですね。柔らかいドイツ製は弱いタッチでスピード感のある球が出せるんですが、これも同様です。こういう感じです。まあ、そこまでさほど強いスイングはしてないんですが、上からドンと持っていけば一発で抜ける威力を持っていますね。でこうやってミートで叩く方も向いている形です。もうはっきり言って四角ないラバーですね。テンションユーザーの方はぜひこのラバー注目してもらいたい形ですね。でラバー自体もかなり軽量です。柔らかいテンション使っている方ならこの軽量感非常に満足してもらえるものあると思います。まあ、下回転強い、そしてループが超安定する、でちょい打ちで使いこなせてしまう子供やレディースの方、パワーない選手、バックが苦手な方、ぜひ挑戦してみてください。食い込みが強く今流行りのタイプの柔らかいハイテンションラバーです。技術習得がやりやすいというのも注目です。スポンジがやや脆いのでラバーを剥がすときに慎重に剥がすようにしてください。土星プロ、ドイツ製ラバーと変わりない性能で、さらに食い込みの強い最近の流行りの持つ感覚が融合した中国製ハイテンションラバーです。皆さんのご注文お待ちしております。ありがとうございました。
ありがとうございます。